はい、という子、ただいまの時刻は14時59分35秒なんですけども、いや、すごい、佐藤選手がレフト方向へのホームラン。いや、やばいね、ちょっと学生ドラ1がもうめちゃめちゃ楽しみ。やばすぎる、もうやばいの一言。ということで、今現在14時59分50秒、まあ、更新一体何が来るのか、ということで行きましょう。14時59分、15時になりました。いや、佐藤選手、えぐい。佐藤選手、えぐい。お、え、何これ。福袋来ました、福袋。お、エージェントエース、こちらね、アスイベ予想、昨日ね、画像、アスイベ予想やったんですけど、エージェントエース、見事的中しました。今月 100% かな、イベント予想、やばい。え、全国大会来た。え、え、特訓 1.5 倍来た。え、何これ、すげえ、え、やばやば。やば、えぐすぎる。はい、どうも、白谷です。ただいまの撮影時刻は3月10日水曜なんですけれども、なんともなんともね、すごい更新が来ました。いやー、グランドオープンがね、3月23日に開幕するんですけれども、その前のね、1週間か2週間ぐらい、もうめちゃめちゃね、楽しませてくれるイベントが来ました。ということで、お知らせを見ていきましょう。はい、ということで、お知らせの方に来たんですけども、3月10日にね、なんとも選択契約書が来ました。まあ結構ね、1ヶ月前に多分こちらサムネ画像になっているんですけども、選択契約書を引くべきか引くべきではないのか、概要欄にですね、動画のリンク貼ってあると思うので、この動画見終わった後ね、ぜひとも概要欄のリンクから飛んでください。いや、来ましたね、選択契約書。購入1回目で S ランク選手が1人確定、そして3回目で S ランク自チーム選手確定、5回目で S ランク選択契約書が獲得できます。 S ランク契約書ね、確定ではありません。ここね、注意してください。そしてですね、 OB 第5弾が終了したんですけれども、セレクション系のね、後には必ず来ます自チーム OB 狙い撃ちスカウト、まあ、これが登場しました。そしてイベントの方ね、見ていくんですけれども、こちらね、昨日のサムネ画像になりまして、こちらもですね、概要欄にリンク貼ってあるので、この動画ですね、見た後概要欄に、ね、リンク貼ってると思うので、ぜひとも飛んでください。見事ね、的中しました。そしてお知らせ、プロスピエースマンスリー感謝祭第3弾、まあ、3月10日水曜15時より実施中、まあ、これね、前回からお知らせに来ていました。そしてですね、なんとリアルタイム対戦のね、全国大会が開催されました。いや、めちゃめちゃ熱い。テクニカル杯とチーム魂杯かな、これが3月17日水曜の14時59分まで、グラウンドオープンまでのね、期間、プロスペースのね、モチベーション下がってる人ね、結構多かったんですけれども、まあここからまたね、盛り上がってくるんじゃないのかなと。そして何万ダウンロード系が来たということで、特訓 1.5 倍も来ました。エナジー販売キャンペーンも来ました。いや、めちゃめちゃ豪華ね。ということで、今回はですね、選択契約書ガチャをね、ちょっと引いていこうかなと思います。その前にですね、リーグオーダーの方見ていくんですけども、こちらね、阪神純正の方でして、まあ、選択契約書ね、もう純正の方にとってもうめちゃめちゃ必須級のガチャになります。で、そこでね、まあ、絶対選択契約書取るべき選手としては、梅野選手、こちらね、保守3100なんですけども、今現在購入3回目かな、自チーム選手があるんですけれども、それで当たらなければちょっと梅野さんを、ね、取っていこうかなと、まあ、1年前のね、3100なんで、ここから見ると74、かなりね、上がると思うので、梅野選手ね、取ろうかなと。こちらね、スアレス投手なんですけども、昨日ね、ミキサーした時に当たりました。まあ、スアレスさんね、覚醒の方を持っているので、そのまま継承で3500のね、投手陣も組めるということで、西純也選手かな、まあ、ここ3300ということで、スアレスさんを入れたいなと。とりあえず50連目までね、引くんですけども、あとはサンズ選手かな、サンズ選手も覚醒ね、これ3300なので3500にしたい。阪神純正のね、選手メーカーの方を見ていくんですけど、こういったね、形でして、藤浪さんをですね、 S ラン契約書かな、まあ、これで上がったことはもうめちゃめちゃでかい。あとはですね、岩貞投手も欲しいんですよ。このツーシームフォーク持っているので、リアルタイム対戦でもうめちゃめちゃ必須級、対ピンチを持っているということで、岩貞投手も欲しい。とりあえず50連以内に梅野さんが欲しい。まあ、梅野さんが当たればね、選択契約書を変えることができるので、ということで引いていきましょう。はい、ということで、ガチャ画面の方に来たんですけど、まずはですね、マンスリー感謝祭かな、これから引いていこうかなと。めちゃめちゃ噛む。いや、佐藤さん、えぐい。覚醒ドラ1、めちゃめちゃ楽しみ。とりあえずね、阪神純正12球団あるんですけれども、ガチ走りするしかない。内野安打かな、今の成績。今現在ね、オープン戦やってるんですけども、内野安打、2塁打、そして本塁打。いや、楽しみやね、マジで楽しみ。左しかね、打てないんで。ということで、選択契約書を引きましょう。 A ランク以上自チーム、これは無制限になります。この福袋はで、これが5回まで行きましょう。いやー、出てほしい梅野選手。まあ確定梅野選手。お、
おお、調子くんですか。あ、じゃあ1回目か。ちょっと1回目がね、S ランク選手確定か。いや、やばい。マジでやばい。ケンタッキー役所熱いね。今の時期に。でもワールドスターサイリンが来ない。やっぱ平野選手の排出停止がなっていないということから、ワールドスターサイリン来ないのかな。多分、今週中ぐらいにメンテナンスが来るんじゃないのかなと。さあ、調子くん絶好調。ラスト行きましょう。阪神の選手。おー、ニール選手。いいよ。ニール選手。ということで、2回目行きましょう。2回目、調子くん絶好調。いやー、洗濯契約書来たね、洗濯契約書。じゃあ2回目。2回目 S ランク欲しいな、S ランクの選手。ミクサーの弾が欲しいんで、ちょっと。じゃあ行きましょう。2回目。まあ、概要欄にね、洗濯契約書の解説かな。解説かリンク貼ってると思うんで。取るべき選手も確かね、その動画でやっていたはずです。お、山田哲人選手。ありがとうございます。中村さん。梅野さん、今村さん、寺島さん、ラスト、大島さん。ということで3回目いきましょう。もう純正の方はね、もう多分これ全員引いているんじゃないのかなと。3回目、自チーム。ここで梅野さんが出てくれれば、お、流れ星久しぶり。よし君、レッツゴー。流れ星久しぶり来ました。さあ、長押し。さあ、虹。虹じゃない、レインボー。いいよ、自チーム。梅野さんが欲しい。とりあえず梅野さん。梅野さん、おお、あ、そっか、自チームか。びっくりした。やっぱテンパってる。テンパってるよ、なんか。おお、久しぶりの。久しぶりの。柳田さん。お、2枚抜きが中村さん。自チームなんでね、出るんか。いやいやいや、さあ、誰が来る。これは持ってない人。かぶりだけは本当にやめて。おー、木浪選手、いいよ。木浪選手、これ3500できます。OK、OK。ということで4回目いきましょう。いいよ。今、いい調子。木浪選手。まあ、50連目はそうやね、梅野さんを取りに行こうかなと。木浪選手、3400から3500継承。サンズさん欲しかったな、サンズさん。いいよ。4回目。木浪頼む。さあさあさあ行きましょう。武田さん、お買い物中、選択契約書もね、ちょっと見せていきたいなと。どういった感じなのか。まあ、アニバーサリーの後かな、選択契約書来たんですけれども、まあ、その時もね、見ている方は多分見ていると思います。まあ、すごいよ、全部選べるということで。行きましょう。ナイスランク選択契約書。まあ、ここは S 確定は確定ではないんでね。いっちゃ、調子くん S 出てほしいな。 S 出て選択契約書。さあ、確率 2.5% 超えれるのか。笑ってお願い。まあ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 、いいでしょう。5回目選択契約書。お、マキタさん。さあさあさあ行きましょう。選択契約書開封するんでね、選択契約書。梅野さん取りに。よし、梅野さん。梅野さん欲しい。おー、すげえ。S ランク選択契約書2500万ダウンロード記念。移動する。これにて、梅野さんは梅野さん。梅野選手。ミキサーのね、弾もないんで、もう、今ね、梅野さん取ろうかなと。すごい、すごい。すげえ。全部選べる。ギャレットさんかな、これ。ギャレットさん取る方多いんじゃないのかなと。リアルタイム対戦勢にとっては。リア対戦にとってはギャレットさん強いよ。で、阪神の、梅野選手、サンズさんか。梅野選手取ります。いや、これはでかすぎる。マジででかい。やっと梅野さんが来た。あれ？あれ？ということで、仕切り直して、梅野さん、ありがとうございます。いやー、でかい、これは。400かな？アップするんで。アラブ首長国連邦。ホームランで逆転3チャンス。よっしゃー、梅野さん。やったー。400アップはでかい。まあ、1.5 倍も来てるんで、あとは、全国大会も来てるんで、全国大会も、チーム魂杯で、
出たいんですよ。ありがとうございます。即ね、育成しても経験値 1.5 倍なんで、じゃあ 1.8 倍か。で、特訓 1.5 倍。いやー、でかい。本当にありがとうございます。ということで、チャンネル登録、高評価、通知音、ベルマークボタン、コメントしてもらいまして、まあ明日もね、動画上げると思うので、ぜひとも見てください。ということで、今回は以上。